さて始まりました、我流の心理でございます。こちらの番組はですね、ガリゾーさんと私梅谷真が、同日に同じホールで立ち回ります。ただですね、乗り打ちではなく各々の視点で各々の考えで立ち回ると、そこの、まあ、違いだったり、そういうのを見ていただければなという番組になっております。今日は前回に引き続き、兵庫県のメトログラッチェ尼崎スロット専門店で番組収録となります。前回はですね、こちらのお店特日というか、まあ、強いお店強い日だったんですけども、今日は、平常営業日ということで、一応今日ですね全体の、まあ、1割弱ぐらい、当たりがあるんじゃないかと思われる、かつ、どこかに三大異常設置機種で、前代系があるんじゃないかと思われる取材も入っているので、このね取材の結果のデータを過去10回分取ってみたんですね。前代系は、まあ、いろんな機種がなっていて、まあ、前回の我流の心理でもお伝えした通り、海筋をなかなか立てられる状況にはないんですけれども、過去10日間、この取材が入っている10日間のデータ中、10日間中9回当たりが1台以上あった機種っていうのが、2機種、10日分中8日間当たりがあったと思われる機種が2機種で、10日間分中7日間当たりがあったと思われる機種が1機種あって、まあ、それぞれ9回、まあ、10分の9当たりがあったと思われる機種がマイ4とキズナ2、10分の8で当たりがあったと思われる機種が番長3とファンキージャグラ2で、10日分の7回が、アイム5号機アイムですね、まあ、これだけ当たりがある機種、当たりがある日が多い機種を攻めれば、まあ、どこかに正解があると思って立ち回れるはずなので、この辺を攻めてみたいとは思ってるんですけども、当たりが6じゃなくて、まあ、4号を早い段階で積もって稼働量勝負で勝っていくっていう立ち回りが有効なお店だと私は思っているので、リターンがそこまで大きくない可能性があるとなった場合に、リスクはあまり取れない、リスクはあまり取れないってなった上でですね、今お話しした5機種で言うんであれば、まあ、設定推測の速さで絆2、もしくは、下の甘さでファンキー2になると思われます。5機種のどの台に10日間入ってたのかっていうのも10日間分全部データ取ったんですよ。5回かな、前回の取材の時と同じ台にまた入ってる時っていうのが5回ぐらいあって、ただまあデータはもうだいぶ古い、2ヶ月以上前のデータとかもあるので見れないんですけれども、一応前回の取材の日がですね、今日から6日前だったので、そこだけ見れたんですよ。おそらく正解と思われる台の中で負けてた台が2台だけあったんですよ。アイムと、ファンキー2で1台ずつ、一応私がデータ取った中では赤くしてあります。これの取材またぎの末狙いっていうのをちょっと一回やってみて、まあ台番号はちょっと周りに人がいるので言いませんけども、ファンキー2のこの取材またぎの末狙いで本命でいってみようかなと思っております。でこれの押し引きはですね、同じく取材またぎの末狙いである、アイム、この台がどうなのか、その台が今日も調子良さそうであれば私の台も狙い方として合ってるんじゃないか、向こうが調子悪ければ私の台も狙い方も間違ってるんじゃないかっていう感じでホール攻略としていこうかなと思っております。まあ、昨日の、やっていた取材の、まあ、ちょっとパワーダウン版っていう感じですね。ただ昨日はいわゆる給特定日に当たりますので、まあまあ今日は、給特定日でも何でもないので、この取材が、まあ、よくやってる取材なんですよ。過去、まあ、10回以上にわたってチェックしました。まあこう何が入ったとかどこに入ったとかいうのをずっと書いていって、まあまああの分かってきたこと、マイホーが入ってないのは1回だけです。まだ2ヶ月にわたってチェックして、それが11回かな。でだから10回は入ってます。しかも2台以上入ってることもあります。それとは別で、絆はここ最近9回連続入ってます。で番長3は6回連続で、あのファンキー2もちょこちょこ抜けるけども11回中9回入ってます。で、まあ、それを踏まえて、まあ、あの何を狙うかってなると、まあ、まずですね、番長3はやっぱ積もったらでかいんですけれども、積もれなかった時のリスクで、積もった時も、まあ、捨てちゃう可能性もあるなと。それは、まあ、すごい自信があったら、まあ、そんな簡単に分かる台じゃないって突っ張れるんですけれども、まあ難しいと思って自信がない状況で狙えるような台じゃないなということで、番長3はもう除外します。でそうなると、まあマイ4ファンキー2、絆2、このどれを狙おうかというところになるんですが、まあねちょっとね、マイ4は11台あって難しいんですけれども、まあ、前回も話しましたね、好きな場所は明らかにあるんですよ。
で、まあまあその3機種でそういった感じで狙いを作ってて、まあ、どれを狙うかっていうのはまあちょっと番号とか入ってからかなっていう。本当はね、まあ僕はマイホーム狙うのがいいかななんてなんとなく思ってるんですけども、そのはっきり分かる、ジャグラー系に比べてもはっきり分かる絆狙った方がいいのかなとも思ってます。ただこれはだから絆だったら何でもいいから座るんじゃなくて、その奥か奥から2番目が取れたらっていう感じになるんで、まあこれはちょっと入ってどう動くかその時の、だからお客さんが変に集中する機種とかもしあればそこに何らかの理由があるかもしれないし、私はねあくまでもこうデータでチェックしてるだけなんで、ちょっと難しいんですけれども、まあそれでもですね、やっぱこうガリさんでやれるってことを毎回言いますけれども、僕はね誇り高いしプレッシャーでもあるしやりがいもあるんで、まあ今日こそは、まあ、少しでもかっこいいとこ見せれるように頑張りたいと思います。なんか出たけど29番、はい、よし取れた、210番台取れた。これ立ったら見れますね、これ226だから、ここに座りながら立ったら左2のデータが見れますよ。過去10回分のこの取材の統計を取るとファンキー2ってここに246台、そしてあっちにこっちに2台あるんだけど、正解がね、高設定とおぼしき台が入ってた台が全部こっちなんですよね。あっちは1回も入ってないんですよ。でファンキー2は10分の8で入ってたから、まあ高確率で今日は正解が1台あるだろう。かつあっちの2台を消去できるわけですよね、取材の先の末狙いっていう意味であの台を押さえているので、割と深掘りできるぐらいの根拠は作れてるとは思ってるんだけど、やっぱり今日も窓2は埋まるんだな。前台系狙いですよね、きっと。ディスクアップ埋まるんだ。ディスクも前系になることがたまにあるので、リスクを回避しつつっていう意味であればありですよね。ファンキー2といえば設定6だとチリ狙いで、私の計算だと 110% を超えるんですよ、6号機のノーマルタイプなのに。まあ、それぐらい破壊的なスペックなんだけども、4号だとね一気に半減するんですよね。チェリー狙いの計算だと、私の計算だと設定5で 105.2%4%、 それぐらいですね。まあ、逆にだから6はまあお店側も入れるのしんどいだろうけど、4号なら使いやすい。だから前代系の5、6とか4、5とかの状況であれば割とファンキー2は対象になりやすいんじゃないかなと。相変わらずのコイン持ちの良さだな。まあ、一応ブドウ確率も逆算しながら出してやりまして、これがね設定差がすごく小さいんですよ。設定1でね 5.92 かな、で設定6で 5.81、 まあ 0.1 ぐらいしか16巻でも差がないし、しかもこのファンキー2はアイムとかと違って設定、各設定ごとに段階別で数字が違うんですよと思われる、逆算値だったらね。なので武道確率を設定推測の指針とするには、もうは半日とかあとは丸1日とかぐらいの試行数が必要になってくる。まあ丸1日打ってもわからないんじゃないかなっていうぐらいの設定差の小ささなので、あまり実践中の参考にはしない方がいいんじゃないかなと思います。でここからはあくまで私の予想、想像なんですけども、
メーカー公表値のスペック、出玉率のスペックがですね、5号機と6号機で設定2以外小数点第1位まで全く一緒なんですよ。で、ブドウ確率が設定ごとに段階別で違うっていうのも逆算値からは一緒と思われる。5号機と6号機でね。で、設定6が破壊力抜群のスペックで、設定5になると途端に半減するっていうところも、その特徴も5号機と6号機で全く一緒なんですよ。ありとあらゆる面で、演出面、スペック面で、5号機の初代ファンキーを継承しているのであれば、設定推測要素も、まあ、実際ブドウ確率も設定差が小さくなってて、段階別で設定差があるっていう部分も一緒なので、他の設定推測要素も一緒なんじゃないかと予想立てられるわけですよ。ってなると、5号機のファンキージャグラーは、まあ、こちらも私の独自調査値ではあるんだけど、単独レギュラー確率に設定差があったんですね。設定1で670、設定6で370ぐらい。ボーナスの中では単独レギュラー確率に最も設定差があったので、おそらくこれもそうなんじゃないかと思われる。なので単独レギュラーの多い台を優先して打っていきたいと。で、あとは初代ファンキーで設定差のあったところといえば、レアチェリー、ビッグ確定のチェリーですね。初代ファンキーは角に止まっていたので見抜きにくかったんだけど、ファンキー2のレアチェリーは中段に止まることがあるので、まあ、割と見抜きやすい。チェリー重複ですね、896ゲーム、チェリー重複、レンチェリーだけど中段に止まってないからレアチェリーではないのかな。86ゲームでチェリー重複のビッグ総投資が3000円。まあそんな感じで設定推測をしていくんですけれども、まあ総じて5号機よりも推測の難易度が上がっていると思われるので、5号機ファンキー以上にやっぱりその台に個設定が入っている理由、根拠を作り込んでいかないといけないんじゃないかなと思いますね。例えば今日であれば、取材またぎの末狙いが有効なんじゃないかという仮説を立てて、他の狙い方とね相談しながら打っていくとか、単純にこのデータカウンターの数字、子役カウンターの数字以外にもその台が高設定である理由っていうのを見つけていかないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。パチスロはあくまで高設定を打ってなんぼなので、勝つためにはね、過去のジャグラーと同様ですね、まあ、こうしてチェリー狙いでもいいんですけども、右リール中段に7をビタ押しする逆押しでもベルピエロが取れて、さらに出玉率が上がります。右リール中段に7をビタ押しして下段に止まればハズレかビッグ、枠下に7が落ちればチェリーか、リプレイ、右で手段に7が止まればブドウオア、単独ビッグ以外のボーナス、あ、これはブドウが先輩しなければだからボーナスですね。まあ逆押しのメリットはベロやピエロも取れること、あともう一つは単独ビッグの名前入りがあることですね。ここからトントンって適当に押したら7が揃ってペカる前にボーナスを添えられてしまうっていうメリットもあります。メリットなのかな、ゴーゴーランプが見たい人にはメリットじゃないんだけど、二角です。右リール上段ブドウはボーナスなんだけど、ブドウがテンパイしてないの で左リールにチェリー狙って、チェリーが出ればビッグレギュラー共通、チェリーが出なければ単独レギュラー、これは共通ですね。チェリー重複の90ゲーム、90ゲーム、チェリー重複、チェリー重複のビッグ、
統計を取っていくとね、やっぱり一回も入ったことのない台とかっていうのがあるんですよ。高設定がほぼ入ったことがないだろう台っていうのがあるんですよね。マイジャガラー4であれば、確かね、外角の51番台は過去2ヶ月1回も入ってないはずなんですよ。で、このファンキー2も過去8回入ってたのに、その8回のいずれも離れたところにある2台は入ったことないし、この列でもね、こっちの内角何番台だろう、213番かな、そこは1回も入ってないんですよ。場所による入りやすさ入りにくさみたいなところはあるのかなと思ってますね。あ、そうだ、一つやることを忘れてた。カメラでクイックマイスルをあらかじめやっておくと、後でデータを確認することができるので一応入れておこう。さっき仕込み入れたガメラもね、過去10回の同じ取材中3回正解と思われる挙動を示してたことがあったんですよ。あっと、おっしゃったので、バーバーと狙って反対側のレアチェリーかどうかを見抜きます。ここ右に7番を押してバーが揃えば反対側のレアチェリー、7が飛び合いライン上に染まれば単独150ゲーム、単独のビッグ。一応今現在ボーナス合成確率は120いくつ分の1なので、まあ一応高設定域ではあるけども、全部ビッグだからな。66ゲーム、単独のビッグ。ビッグはね、設定差が小さいんですよね。あ、ちなみに今これショート上パネル下パネル消灯してるでしょ。これね、ドロメゲーム数で当たるとこうなります。141ゲーム、単独のバケ。いいよ。あ、ちなみにボーナスは当たってんのかな。当たってないのか。163ゲームビッグ0レギュラー0。マジか。あとブドウが1回でブドウ100回、なのでブドウ確率は今悪いですね。ただ全然気にならない。右隣2つ隣のバケが走ってる方が気になるわ。あ、その辺は一丁いったんですよね。135ゲーム、単独の、いいよ。現在900ゲーム、総ゲーム数回ってビッグ4回、レギュラー2回。まあ数字だけで見ればまあないよりのまだわからないぐらいの数字なんだけど、ここに自分の狙い方が合ってるかどうかっていう押し引きの判断基準も踏まえると450アイムが453ゲーム、ピック0レギュラー0。ちょっと黄色信号ん、回転からどんぐらい、今1時間半か。ちょっと他の機種も見てみましょうか。まずマイジャグラー、970ゲームで3の1。うん、確かにこれがあるってなってくると、なんも前回黒字だった台も取材またぎの末やってるじゃんってなるんだけど、え、644で5の3だって。この台には過去2ヶ月同じ取材10回あって1回も入ってないんだけど、あ、でも他にも当たりっぽい台があるな。まだ分かんないってことですね。じゃあ確かね、この106番だけ入ったことないんだよ。でも今日出てるな。いや、まだ何かが分かる段階ではないですね。
前回は226、228、232、226が本命なんだけど、もう500ハマっちゃったな。で228これ前回黒字まだ分かんないで、232これか。いずれも当たりっぽくないな。やっぱりじゃあ今のところ黒字だと入れない可能性の方が高いな。じゃあもうちょっとやるしかないのか。個人的には一回状況の変化待ちでご飯に行きたいところですけどね。どうですかね。じゃあそうしましょうか。せめて1でよし。いやいや一番最悪な数字です。こんないるの。この 2台で迷うんだよな。絶対無理だと思ったら全然空いてて、それはそれで不安。絆もう一人しか座ってないん で、一応でもこの取材では今6連続で絆入ってるん で昨日これが当たりだったんですよ。でも基本は奥が好きで、で、頻度が高いのはこの辺なんですよね。で3回なってる上にこの同じ取材だと2連続でなってるんですよ。だからこれで入ったら3連続で、3連続とかなさそうと思うんですけど、読ませたくないホールなんで、でも好きな場所はあるってことでここになるんじゃねえかなと。でここがここが迷ってます。で例えばこれちょっと打ってダメそうだったらこっちに移動することもありかなと。でこの客付き見るといけそうな気もするんで、ということでいきます。で、まあ、朝並んでる人たちとか今打ってる人たちとか、まあ、あとはその抽選番号の繰り上げ方見てると、昨日の平日のその給特定日に比べて、まあ、休日だからうちに来ようかなっていうお客さんが多いですね。で、まあ、ウェブ抽選なんで掛け持ちでいっぱいとか2個で、まあ、他のアプリもあるんで受けて来なかったのを選んだみたいな。なのでちょっと改めて今自分の、ジャグラーの候補台どういう人が打ってるか、声カウントしてるかどうかとか見に行きたいと思います。一応33から36で本命が33、僕の本命打ってる人は公約はカウントしてないですね。で36は秋台の時点で結構大丈夫かなって気がします。で真ん中の35打ってる人は声数えてますね。結構ね、多分半分ぐらいの方が公約数えてないです。結局抽選そんなね、番号悪かったけど全然取れたんですけど、抽選がすごい悪かったら、まああんまやりたくないけど前傾狙い込みで甘い騎士をちょっと打ちながら様子を見るって考えたんですよ。甘い騎士にも全然前傾入るんで、ということで、まあ、ディスク花火あたりはどういう人が打ってるのかなみたいな。ディスク埋まってるの。花火は一人ですね。これカウントはされてないです。7からんだろうね。いいね。お、当たったっすよ。はい。投資3本。120。赤。一する。赤の次青ですか、そして白ですか。一っぺーなもちろんまだ分かんない、まだ分かんないけど、まあね、狙い台とか言ってちょっとやってますけど当たらないと思ってるんですよ。まあ、当たったらこれですね。およし、まあ、何はともあれ良かったです。でここで終わってどうするかって言われたらむずいけどねはい、玄之介スタート。バジリスクタイプ全然いいとこないです。でもいいとこ悪いとこ言えるほど回してないんですけど、せめて絆効果言っておくれ。お、ついた。よしよし。
散髪です。しんどいね。はい、デホですね。で、テーブルは、まあ、僕 85% いってないんで、それじゃ分からない。2か4ですね。2か4で、まあこれは奇数の方がまあ選ばれやすいテーブルです。ちょっと選ばれやすいだけですね。 10%15% とかですね。確かに。別に今のところいいところ何もないですよ。全然回してないけど、弱チェも64分の1ですね。まあもうなさそうだなと思ってますけど、でももう今やめてもいいぐらいの根拠ですけどね。1周目が良くなかった。そうだな、普段の感覚で見切っていっちゃダメですよ、そうだね。もうちょっと様子見なきゃ、もうちょっと様子見なきゃで右往左往するホールなんですよ。ちょっと回遊しましょう。とりあえず、あ、人変わってる。あ、やべえ。どっちかでこっちで打ってた人が移動してますね。で、今1の3、これの本命です。一応前方が空いてたら映ったかもしれないぐらいですね。まあ、映ったかな。これそうなんですよ、普通の感覚で、まあもうないだろうと思うまで打ってやめるほど根拠が強くないで、まあ、本来はそれぐらいの根拠で台に座るだって話なんですけど、そういうこともありますよ。で、まあ、我々は収録だからしょうがなくっていう、そういう言い方はあんまりしたくなくて、皆さんが休日に来て、まあ、このホールで打ってっていう感じの感覚で、やるべきなので、全然わかんないですけども、まあ、弱チェ悪い、別にテーブルも良くなかった、まあ、やっぱり6で1周目良くないこともあるんですけど、いいことの方がやっぱ多いですから、いいことの方が多い、言い過ぎかな。でもこれでやめても誰も打たないっていうのがありますけどね。なんでちょっと移動しましょうか。あ、そっか、ここは大移動できないんだそうだ、俺前回はジャグラーしか打ってないんでずっと大移動できたんですけど、それもちょっとデメリットだけど、まあやめちゃいましょう。ホール攻略なんで大事なのは。ちょっとね、異常な早見切りで大丈夫かなと思いますけども、本当いつもの自分の感覚で、見切っていったら勝てないホールなんで、まあ、一応この2台が狙い台なんで、その狙い台っていうのも、まあ、あくまであんま当たらないかもだけどぐらいの、いわゆる耕すってやつです。僕今普段耕したりしたくないんですよ。この騎士まだ可能性がある、可能性がある、この台もやってないみたいなのは、まあ、あんまり勝てないと思ってるんで、ただその普段の考え方でやると、まあ右往左往するだけのホールになっちゃうんで、手薄なとこを耕すっていう、それがどのホールの正しい立ち回り方かもしれない。お、いいんじゃない。投資この台で3本124個赤で、これといった出来事もなく、チャンス目も、引かず、はい、お、今の巻物で、さっきの巻物通常時ですからね。あー、これ当たった、超ラッキーだよ。当たんじゃない。おお7ゲーム、実際終了1ゲームで当たったっすね。青か白か、さっきと同じじゃないですか流れが。はい、リスル、お、間に合ってますね。
外したな。1でもあんま外さないんですけど、1で 67.5%、 6で 79.2%。 やっぱね、長考でも、まあ、強チェリーにしろ巻物にしろ、やっぱね、6打ってる時なかなか外さないんですよ。で1も外さないんですよ、あんまり。でも外すとやっぱ寒いなっていうということで、寒いっすね。ただもうここまで回しちゃっておりますので、まあ、当ててやめることになる可能性が高い。で今のとこ今はまあ僕の他に2人しか打っていらっしゃらないですけど、お二人の台も良くなさそうですね。なのでみんなが一番なんとなく打たない、昨日一番回数の当たってる西洋機、最初からそこ狙うのは俺には無理だったけど。でもうすぐだよ、今754。これ好きにしてくれよ、激アツとか言ってるけど好きにして。当たっても当たらなくてもどっちでもいいよ。まあでも当たってなんか引いて AT ってくれたら、ね、ちょっと得するよ。はい、634ゲーム追加14本ですね、これで総投手23本。また青ですか、今赤青青青と来てる。でもそうだな、2スルーでそのまま天井行ってっていうよりも3スルーで行った方がやめやすいですね、よりよりダメっぽくなってやめることになるんで。おい、畳みかけるようにいいよそういうの。でまだ当たるか分かんないけど見ます、今774で。何やってんだよこいつは本当に。よはい、追加投手なしの17本、青だったらより、うん、でもこれで赤と青1対1になったんで、すごい1っぽいですよね。4スルーで次で5スルーだから、はい、お見事777。はい、798です、799。はい、到達800。追加投手せずに済んだな。という意味では BC ありがたかったですね。でやめるときもちょっとやめやすいですね。びっくりした。はい、有力観天井です、赤同色。頼むぜでもちょっとでも帰ってきてほしい。大丈夫でしょう。はあ、よかった出玉的にね。まあなるべく伸びてください。大体こうなるよね。違うなと思ってもやっぱり有力感途中で捨てられないと思って打ったら大体最後までいくわ。はい、やめれる状態ですね。でただ僕この画面でやめないようにだけはしてるんで回しちゃいます。で普段だったらあそこで、イニメも取って、テーブル確認するんですけど、もう、テーブルが良くて続けられて、さっきのが良くて続けられるパターンっていうのはないのでやめます。あ、やば、俺そう言ってあの台取りたかったんだけど、ちょっと待って、ね、でも終了します。ちょっと待って、俺あの今ね、あの据え置きの台を最後に打とうと思って今準備してて、まあ取ろうかな、今見てる人がいるんですけど取ろうとはしてないんでチェックしてる感じなんで、ということで取ります。取っていいですか、取っていいですか、取っていいですか、いいですか、いいですか、すいません。えこれ切るの、あ、これ入ってますよね。あ、そうなんですけど、もうあっちから来て次これ打とうと思ってたんで、先生、いやでも本当入れ方が分かんないんで慌てちゃいました。で決してあれが当たりかどうか全然分かんない。それでだいぶ負けてる318枚で、まあ、とりあえずさっきの強気の台今抑えた、強気というか昨日6だった台を抑えて、
で、あの押さえた状態でもうあのお知り合いの方も先に行かれてるんですけれども、ちょっとご飯食べに行って、で状況が、進むかどうかも見ていきたいと思います。僕奥角からやって奥角2台やってとりあえずダメと判断してる。で奥から3番目は、この、同じ取材で11回連続入ってないんで、もうとりあえず除外します。そういう意味では手前の角も除外します。で、その奥から4番目、これはね今ね9の1っていうのは、まあ、だから、4スルーぐらいしてまた4スルー、5スルーしてるのかな今ってことで、かなり厳しいと思います。で、ここはねちょっと分かんないんですけど、でもね良さそうではないっすというところ で手前は一番手前はないんで、でこの辺になってくるともうね入るか入らないか分かんない。あれちょっと苦戦してるかな、最初よりはちょっときつくなってる。でもね他にお酒なんかないんで、あれが当たりかもしれない。あ4度6か良さそうじゃん。で、あれこれも悪くないな。一応、ファンキー2打つんだったら前回打ったこれかこれだったんですよね。この2台が圧倒的に入りやすいんで、ということで、まあ、僕はもうとりあえずこの台を打つっていう予定なんですけど、もし僕が戻ってきて例えば、ね、この今さっき打ち出された人以外みんないなくなってた、あ六角出たんだろう、何だったら話しかける可能性もある、うん、そういう状況になるかもしれないし、まあ、でここからどうせこれね、まあ、おそらく最低1周はやるんで、まあ、その状態なんで慌てることは ないので、このタイミングでお昼に行きましょう。そこの時点でも私の読み筋はやっぱりちょっと違うなってるじゃないですか。さらに驚愕の事実がありまして、このそれなりにデータまとめて考えたんですよ。書き出してね全然当たらないんだもん。